ちゃんは古畑さんなのか、どうせ、はあ、確かに確かにね。ハロー、あれ戻っておいで。あの、どこ行っちゃった、どこに行っちゃった、戻ってきたからじゃないっけ、つらイベントに緩和されてるからお客さん入れて光栄だけど、うんうんうん、入れ、その時もね、ちゃんと対策取らないと。どんちゃんはなんちゃん、どんちゃんさん、飲み物ありますよ、こちらに。おかえり、ただいま、出てきたね。あれ、カノンどこ行ってた、どこ行ってた、ちょっと暗くなってたな。お客さん入れる子は6人。あー、なるほどね。でも劇場はやっぱりこうステージもね、そのソーシャルディスタンスを取ろうと思うと狭いという風になるもんね。かなこさん、とがとがどこ、受験生の誰かがわらび餅屋さんまだ来るんだって言ってたよ。え、なにそのちょっとまだ来るんだ、え、来ます来ます、特集、特集っていうか珍しいのかな、まだ来るって、珍しいのかな、どうなんでしょう、その辺は分かりません。2回ほどどちらへ、あ、どちらへ、どちらへお出かけでしたか、チェキ全員でこうやって、確かに歌唱力の決勝戦の会場の観客、あ、会場は観客、観客ありかな、確かに、どうなんだろう、ありなんじゃない、やっぱ少ないかもしれないけど、ありだと思われる、思いたい、てかカロンはまず決勝に行くために頑張る、行きたい、あ、頑張ろう、あはよー、なんちゃんのキャッチフレーズ、あ、あります、カロンちゃんのキャッチフレーズはじゃあ今からやろうと思います。ではマイクを持って、マイクを持って、うん、マイクを持って、ちょっとなんか全然やってないからな、できるかしら、いきますぞ、はい、私がマイクを向けたらさんちゃんコールをよろしくお願いします。噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな女の子、おはよう、さんちゃん、ありがとうございます。愛知県出身16歳、さんちゃんこと奏でる音と書いて澤田香音です、よろしくお願いします。ペコリ、さ、聞き取れてましたかね、アバター、すごいな、ちょっとまだ行けてない、いつまでだろう、これ期限あるよね、ちゃんとチェックしたい、はあ、会場の半分くらいのお客さんあるかも、ああなるほどね、光回線業者カノンさん申し訳ません、工事遅れます、その間糸電話を提供します、ああ、はいはい、糸電話でございますね、糸電話、おー、板電話、糸電話はありがとうございます、ちょっと糸電話、糸電話って、糸電話無理です、糸電話無理だもん、糸で捕まれますよ、糸電話わらわらわらですよ、6人声届くのは出れる人が増えるように手伝う、うんうんうん、日本食料品店、あ、わらび餅で続くセット売ってた、でもこねるの面倒だから買うのやめた、面倒ならやめちゃおう、大変ですよ、だってこねるの、こねるのか、こねるのか、さんちゃんゴールありがとうございます、ニックネ、うん、なんていうのかな、ニックネームは一応あの何、ニックネームって何なんだ、あのなんだっけ、プロフィールにはカノンにしてるんですけど、
コールがさんちゃんっていうのは結構決まってて、で名前はサバダカノンでサバダカノンで、でなんか普段の呼び方はちょっとね最近はもう懐かしいことになってきてるけど、ヤッコ、ヤッコちゃんでもヤッコでもそんなに、ヤッコシリーズかカノンシリーズかサンちゃんシリーズどれでも嬉しい。最近はタコちゃんが増えたけど、はい、嬉しいでございます。クラシックみたいなコンサートはフルでお客さん、クラシックみたいなコンサートはフルでお客さん、あクラ、ええそれはさ、たしたなになんていうの、こう喋らないから、え喋らないっていうかそういうこと、こうね聞いてこううんうんって感じでしょ多分。うまく言えてないかも。ねっとりはいつ言えばいいの、ねっとり、ねっとりも、ねっとりはあったっけ、あらら、ねっとり忘れちゃった。ねっとりはねっとりしてるときに使いましょう。おはよう、おはよう、さすがにいきなり呼ぶね、糸電話、糸お菓子、お菓子、おほほほおほほ、なんか昭和の香りのキャッチフレーズでおじさん女で思います。昭和の香りがしますか、昭和の香りがしますか、あれあれあれ今ね、あれ昭和ですか、大丈夫かな、さんちゃんスルメ派か当たり目はですか、スルメ派当たり目、あれかのね、なんかこうあまり知識を入れながら食べてないんだよね、もうそういう系は好きです。こねられた、何をこねるねん、何をこねるねん、あ、初見さんおはようだ、どうもぜひフォローよろしくお願いします、ありがとうございます、見に来てくださって、おはようだ、おはようだは初めての挨拶でございます、おはようだ、コールだけサンちゃんにしてます、ありがとうございます、それでももうとても嬉しいです、噛んじゃう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 、タコちゃん、スネちゃんと呼ばれています、はい、スネちゃんと呼ばれてる時もございます、スヌネもあります、名前の方ような、なんかなんか変じゃ、嫌じゃないですかそれは名前の方ような、でもサンちゃん自分の時で呼び方変わっちゃっていいんです、もうありすぎるからもう何でもよい、もうサンちゃんでしょう、福士サンドンちゃんと同じでしょう、おいサンちゃんでしょう、いいのよカノンでも、カノンも嬉しい、呼び捨ても嬉しい、そうてか呼び捨てがあんまりないから呼び捨て嬉しい、おはよう、学校でもずっとカノンちゃんが多かったから、リンク多くていっぱいあってな、いっぱいあってな、いっぱいあってな、スケイキッズ昭和感がある説、え、スケイキッズが昭和感があるの、昭和感、昭和感、あれそうなのか、昭和の声がする女の子さんちゃん、ハロー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 、How are you?居酒屋の飾りはない、居酒屋の飾りは居酒屋さんちゃんがオープンした時に使います、居酒屋さんちゃんなかなかオープンできないですね、結構そう居酒屋さんちゃんは一人ではできないことなので、皆さんのご協力がないと、皆さんというのはスヌケのご協力がないとできないんです、こねるといえばギャグやろ、ギャグ、おはようございます、こねる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 、おはようございます、メンバーはなんて呼ぶの、あ、なんて呼ぶんだろう、え、のメンバーはでもやっぱりカノちゃんがメンバーっていうか、ジュッキー、ジュッキーは結構カノちゃんが多いかもしれない、そうだね、うん、呼びやすいのかもしれない、呼び捨てにしてほしいの、プリンセスカノン、お
プリンセスかの。さんちゃんはさんちゃん、さんちゃんらしい。じゃあ彼女ちゃん、うん、そうそうそう、気がする、その通りその通り。非常にさんちゃんコールが鳴り響くアイドルと思えない。あれ、さんちゃんコールが鳴り響く、鳴り響く、うん、アイドルとは思えないんですか。大丈夫ですか。カノはアイドルになれてますか。夢してファンタジー、おはようございます。おはようございます。ぬお色ちゃん、大色のカノさんとか部下カノちゃん、カノは呼びにくいからサンちゃんが好き。イエイ。ダイエリカピは変なあだ名で呼びそう。はあ、変なあだ名で、変なあだ名で呼びそう。そうかい。今のところ大丈夫よ。配信だけ1時間を超えたらまたショー、ん、1時間を超えたらまたショールームでいろいろ、あ、そうだね、確かに。あとは12周年を無事成功、成功というか終えることができたらまた、でもその次が、まあ、あるかもしれないけど、歌唱力という、歌唱力、うん。おはよう。サンちゃんいつからお酒飲むようになったんだ。飲んでないよ、飲んでないよ。ゆうかサンちゃんの髪が食べ過ぎて食事が大変です。その通り。そろそろ湯葉は、え、湯葉じゃない、湯豆腐だ、湯豆腐始めまして、湯豆腐を始めました。湯豆腐はでもどうなんだろう。湯豆腐ってなんかずっと温めてるイメージがあるんだけど、気のせいか、温めてるイメージかな。でも湯豆腐食べたいですね、寒くなってきたから。今日もほら長袖を準備しております。すぐ寒くなったらポッと着れるように、寒いから。でも暑くなったらまくって、あ、こんばんやだろう。やっぱり起きれんかった。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。かの、石川かのさん、確かに。だからさんちゃんって言ったらもう絶対かの、このかのだってわかるか。さんちゃん、寿司どころさんちゃんは、寿司どころさんちゃんは居酒屋さんちゃんがもうちょっと安定したのかな。まだ2回ぐらいしか入れてないもん。グッドモーニング。7時に起きるもんで、起きるもんで見に行ってくれてありがとうございます。おはよう。あら、今日なんか止まってるのかな。どっか行っちゃう時があるっぽい、なんか。こちらとしては何もないんだけど。おはよう、サンフランシスコ。おはかの。歌唱力決定戦1位目指して頑張ってる。まず予選突破を目指して頑張ります。アメミヤ早くグラノーラは今日は配信中には食べなして、食べます、食べなしてじゃなくて食べないです。歌唱力ナンバーワンはさんちゃんのいい経験になるか楽しみ、頑張ります。本当にね、やっぱね、だって予選さ、なんかこういう、何、オーディションじゃないけどこういうさやつは、こういうなんか決めるやつっていうのはやったら、やっても失敗しても、こう落ちちゃったとしても、あの最初は映らないんですけど、ほとんどもう何もなかったかのようになるはずなんですけど、今回は予選からこう大事に残るということで、大事に予選からあの残っちゃうんで、ちょっと手を抜くわけじゃなくて、本当にあの緊張でございます。暑さも寒さも、なんて読むんだっけ、これ彼岸で合ってる、ファッションホイのファッションコレクション見たよ、おしゃれなカロンちゃんが可愛かった。カロンはね、自分自身もおしゃれじゃないからね、自分自身はおしゃれじゃないから、オシャンティーじゃないか、選んでもらったの選んでもらいました。生焼きがあると朝食豪華になります。焼きましょう、生焼きか。
卵焼き作るの好きだけどなかなか最近作ってないな、お弁当はやめちゃったから。大将タコちゃん握って、へいおもちタコへいおもち出題順、王者のかのちゃんとかおし二人ジュリさん、なおさん、かのさん、なおさん、そう、ジュンデル、はい、もうやばいやばい、さん付けもそろそろやめてほしい。 SK メールのさん付け、 SK メールのさん付けはどこのさん付けかい、お名前のところ、皆さんの、ちょっとね、あの、まあそうねまあそうねとか言っちゃって、さん付け、あれはね、まああれなんですよ、ちょっと3ですよ、はい、 OK です。どんちゃんはうふふ、そのね、なんて言うのかな、ちょっとどうやって言ったらいいか分かんない。どんちゃんは本当はなんて言うんですか、欲しいか、ありあり、あ、そうなの、そうなんですか。なおちゃん、なおさん、どんちゃん、どんちゃんさん、歌唱力は何としても決勝に越させればグループでの注目の的、頑張ります、仕事行ってきます、頑張ってください、ファイト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 。スヌイツ、あ、スヌイツというよりかは、カノンさんは配信中に食べるとお話が難しくなるから。そういえばさっちゃんといきなりなりきりなっち、もう遠いよ、もうそうね、遠めかしの思い出だわ。ドンパイセンはドンパイセン、な、何くんだったかな、忘れちゃったぞ、やばいな。あ、秋元さんの、秋元さんの、秋元さんの名前から取ったぜ。赤坂で待ってるで、頑張る、悲願、悲願だった。かのちゃん自分以外だと誰が勝つと、いやもうちょっとまだ SK 以外の人はあんまりチェックできてないんだけど、もう SK に今回出る方がもうね、もういっぱい出るし、と、あ、いっぱいかをちょっと比べられないんだけど、他のグループと可能的にはいっぱい出るし、しかもあの強敵というか、もう皆さん大変でございます、はい、もう特にやばい、あのもうなんて言うんですか、もう大体皆さん思っている方だと思います、というかカノもあんまりね詳しい、そうか、皆さんの方が詳しいぐらいだから、多分皆さんと同じでございます相手出さない、それにキロヨシカは決めてないです、あ、そういうのもね決めた方がいいかも、ちょっとオシャンティーなものを着れるようにしたい、楽しみです。前回の緊張まで一気に注目されて頑張りたい、おはよう、たこ焼き屋さんちゃん、たこ焼き屋さんちゃんです、うまい具合にハマっちゃうんですよね、さんちゃん、かわいすぎてたお洋服が好きだな、だって、あー、なるほどね、なるほどね、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいでございます。クガフェスの時のはあれは本当にもうアイドルっていう服を可能なりに研究した結果です、やっほーやっほーやっほー、おはようございます、朝からやってないですちょっと朝からこれを見せておくのはちょっと違ったかもしれない、皆さんねびっくりしますよね、まあそうね、オシャンティーで美人なのがカノンちゃんで違います、頑張ります、そうなれるように。野島さんも歌唱力優勝で一気に立て位置変わりましたね、シームソングだけど、うん、もう頑張りたい、おはようさんです、せっかく俺るから呼びたいように呼べばいいかと、カツオイエイがブログで可愛くなりたいって書いてたけど全部可愛いです、伝えてください、はい、わかりました、その通りです、その通り、可愛くなりたいって書いてたんでございますか、可愛いですよ、ゆいちゃんは可愛いでございます、もう伝えておきます、歌唱力ナンバーワン決定戦は今回 SKE と NMB の一騎打ちの予感、ピピ、歌唱力は女の子に、歌唱力は女の子に当たらないように
ピースクと女の子、あはははびっくりした、何をしようかな、理解が遅かった、了解でございますわかんないです、そんたくなく、なんでかのちゃん、おはよう、おはようございます、14-18久しぶりに取材、かのんちゃんが出る声、あ、ライバルは自分ですって言っとけば間違いない、あ、その通り、本当に、でも今回は本当にそう、今日その通りが多すぎる、はい、あの本当にね、今回は自分自身で自分の、はい、何チャレンジをしちゃったので、自分に勝たないとなんかもうそれでもう始まりもないというか、何が言いたいかっていうと、まず自分に勝たないと全然ダメって感じです、頑張ります。どんちゃんはなぜどんちゃんなのか未だに謎なのよね、なぜでしょう。なおちゃんが初参戦なんかどんな感じになるか楽しみです。なおさん、予選は人情で声が震える人多いよね、あ、大きいですか、震えないようにしましょう、頑張ります。そんたく、ええー、わからんです、いっぱいラバルよね、頑張る、4時間とありがとうございます、ライブのサッシーさんです、お、サッシーさん、カロンちゃんのアイドルイメージはカガフェスの感じ、はい、合ってましたかね、ハチミツね、あとはハチミツとセットでなんかよく聞くのマヌカハニーとか、いろいろ、マヌカハニーがハチミツか、何を言ってんだ、おはようございます、解説いたかなちゃんは今と聞きます、帰っていい、ダメです、今回はダメです、今回はダメです、一人アイドル研究、そう今回激戦だから決勝残れば自信になるよ、頑張る緊張しないことが全然スパのないとかも、うん頑張る、オープンありがとうございます、おはたこー、 SK の先輩にもだがらめすれば緊張ぶっ飛ぶ、え何やって、今回はこの時来て違って自ら未来のチャンス、そうそう自分でね、自分のあの力で取ってこなきゃ、うん、ダンちゃんね、ダンちゃん、ダンちゃん、おお主権さんありがとうございます、Thank you, thank you. Thank you, thank you. フォローよろしくお願いします。ビールとは、はち、ビールとはちみつでとりあえず予選の5以上調整あるけど。声震えなきゃ、つか本当ですか、いやいや、もっとそれも練習も頑張らなかったね、でもじゃあ星12になっちゃった、豚骨でしょ、あ豚骨向いて聞きますね、つんちゃん学生時代に方眼投げうちのドンからドンちゃんになったようです、あ、蜂蜜と取れもんだけど、その辺、おはようございます、カロンちゃんのお許しが出なかったので仕事始めます、頑張ってください、頑張ってください、はい、おはようございます、ゆっちと一緒に予選突破できたら歌の先生恩返しができるで、カラタ JKT48 さんショールーム始まるみたいだからインシアの方のコメント、あ、そういうことか、なんとなく読めたけどね、合ってるか分かんなくなっちゃったの、インドネシアの方のなんて答えればいいんだ、ハロハロデイ、ヘロヘロ、センキューセンキュー、うーのかせいちも歌うまねんねえ、ちょっともう本当にライバル大きい大きい、ゆっちが出てるリスの YouTube はもう YouTube 見てない、もし中身を公開してたよ、そこに5分かサリマか、オープンかスターリマか合ってる、セラマッパギー、なんで皆さん詳しいの
マイスケートコラボしたカラオケボイストリンクのってはぁ、あ、SKE とコラボしたなんか見たことあるかもしれない、カラオケ屋さんとか昔ね。今から仕事か気合入れてください。はい、あお仕事お仕事、あオッケーオッケー、ちょっと待って、頭がクルクルクルってなった今。はい、何どうやってやろうかな、気合を入れるためには、キャラ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 、入りましたか入りましたか、なんかちょっと間違えた気がします。私は間違えても入る人になるな人いるので、堂々と歌ってください。堂々と歌います。おはようございます、おはよう、いっぱいおはよう。過去2回とも決勝まで全部見たけど審査員まで声聞こえないと、あとヘッドホンの耳の当て方、あえどういうことどういうこと、ヘッドホンをこうやってずらしてるってこと、あこうやって聞いてる人もいる、わからんぞわからんぞ、そのままの声でどこまで届くかってことかな。難しいよ。テリーマカセ。最後、あもうよくわからん、カノン。練習してる練習してる。ボイチの先生がしたら大丈夫。カノンもガチにならな。チンニングツーカノンだって。カオちゃん、やばい言葉がどんなアジア系の言葉に聞こえるかも。タクシャン覚えてください、ありがとう、仕事頑張れそうです、やったよかった、アニマルそうだね、アニマルそうだ。ヘッドホンの耳の辺りが分かる、聞こえてたらヘッドホンをつけて、ああそういうこと、まあまず普通に練習するのが一番、中野ちゃんも練習するとみ、はは練習しなかんね、練習してるぞ、頑張ってもっと練習しな、うんうん、居酒屋夜中にしや、おしわだ、ヤフーのしわだ、しわだであってる、トゥトゥトゥ、アニマルハウスさんは浅草のおげー捕鯨船だったっけのマスターの友達、あそうなんだ、タコシャンありがとうございます、タコシャン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 、やめよう、ちょっとなんか自分で言ってて怖くなってきた。ヘッドホンつけてたら終わると思っても過言ではない、過去の歌唱力見る限り、やめたよそんなそんなこと言わないで、そんなこと言わないで、うん、わかりませんね。じゃあ、さあちゃん。さこちゃんはどんなアジアの言葉と、やのかです。本当ですか、本当ですか、それはもうびっくりした、びっくりぽんです。いざかや。ウィロー、たんちゃん。よかぜの仕業。よかぜよかぜよかぜって読めばいいんだな。そんなのどの瞬間、あおおっぱいありがとうございます、くまちゃんありがとうございます、くまちゃん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 、ありがとうございます。カロの仕業、カロの仕業、おはようございます、ハートありがとうございます、ハートハートハートト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 ちゃったらどうしよう、ビデオで撮るんです、予選はカロンの仕業、サンプルドン、
サンブルドン、サンブルドン、もう何がなんだか、ハートの独占曲か、ハートト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 、そう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 、カノンに仕業だな、うん、何をやらかしたカノン、ドンキね、いたずら好きなの、いたずら好き、誰だろう、誰なんだろう、誰だと思いますか。タッチ人限定で公演を見れるチャンスができた、なんとか会いたかった、青春がある、撮るといいな、当たりますように、当たりますように、当たりますように祈っておきました。お仕事頑張ってください、いってらっしゃい、頑張って、頑張って、はい、ちょっとちょっと、頑張って、4000人突破おめ、ありがとうございます、お待たせ、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そろそろすんちゃんの行ってきます、いや、すんちゃんの行ってきます、もうちょっと後、いたずらはジュリちゃん一択、ジュリさん好きそうなのはミレイちゃん、ミレイちゃんか、ミレイちゃん、ミレイちゃんもね、いきなりなんかちょっとなんかありますね、確かにうまく言えないな、はーしてとわしって歌ったら1、はーしてとわし、はーしてとわして、歌唱力の時目線どこに合わせる、目線、目線はビデオだったらカメラ、カメラの向こうも審査員さん、というかで、なんかこう広いところで立ってるイメージを持ってやりたいなって思います。広いところかもしれないけど、もし広くなくても広いところのイメージを持って歌いたいなって思います。7列とカメラ席って座席があるよ、うん、10列目、え、遠くない、シャンです、ミオちゃんかも、あ、ミオちゃん、ミオちゃんは、ミオちゃんは、ミオちゃんはね、ミオちゃんはカモンがね、ミオちゃんがというか、ミオちゃんと話してる時とかに思って、カモンがね、あんまりね、こう、こう何、うまくね、乗れない入ってきないっていうのは、そのなんか変に、なんか仲間外れとかそういうことじゃなくて、ただ単に乗りにね、カモンがね、ついていけない時があるのよ。カモンの問題、これは。カモンの問題ね、カモンがね、乗りについていけない時があって、そう、結構無茶ぶりみたいな時あるかな。カノンがもっと面白くなりたいの、面白くなりたいの、カノちゃんのサイリウムが触れるチャンス、チャンス、サイリウムは何やったっけ、あ、紫白ピンク、紫白ピンク、紫白ピンクです。すなちゃんだいたい41分くらい、じゃあ今日は聞けないですね、今日は30分までなんで、あ、時間です、行ってきます、いってらっしゃい、いってらっしゃい、今日もマイペースで頑張って投稿、はい、気をつけます、マイペースに頑張ります。予選突破できる人はみんな歌がうまいから、最後は審査員の好みといかに印象付けるかだと思うけど、頑張ります。すずちゃんはバイク通学、わお、みえちゃんが私とみれちゃんはかわいい、みれちゃんはかわいい、43カウントありがとうございます、あ、ありがとうございます、え、カウントかな、さんちゃんは自由に歌ってほしい、自由に歌うさ、カメラ目線の逆効果なの、え、それは知らんかった、わからない、カノンさんには正解が、だから最終的にはもうその場でやったのがそのカノンの答えで出したなってみないとわからん。7時24分ありがとうございます。なんでだろう、カメラ目線逆効果わかんないよ。アイス
クリームありがとうございます。かみちゃんの歌ってる時の楽しそうな感じやつ。確かに僕ないでも結構ジュレちゃんと、どうなの、サンちゃんとミュウちゃんのジェネレーションギャップじゃない。ジェネレーションギャップはないよ。ジェネレーションギャップはない。面白くなりたいの、面白くなる、飲まないと面白くなる。なんて読むんだ、なんて読むんだ、あーなんて読むんだ。つまりサンちゃん引いてない。カノンちょっと伝え方がおかしい。多分カノンのおかしいじゃない、うまく伝えれてないカノンが。引いてないよ。間違えてヨークスベール、ヨークスベール飲まない、ヨークスベール飲みたくないね。1年に歌う前だけで優勝で限らないよ。たまさね、笑いの神様が降りてくるときね。そう、なんで言ったっけ、笑神様でこーでは仕事行ってきます。行ってらっしゃいませ。今日も一日頑張ってくださいませ。ファイト。よく滑るわ、まあ、ほんと、ではカノンの行ってらっしゃい、頑張りなさい、お願いいたします。行ってらっしゃい、頑張りなさい、行ってらっしゃい。言うわ、あれ、言うわさん、言うわさん、ん、言うわさん、言うわさしゃん、おひげさん、おはようさんちゃんしましょう。おはようさんちゃんラジオにぜひ出てください。うん、湯浅さん、あれカノン、ちょっとめっちゃ忘れてた、どうしよう。この曲もたくさん作って、はい、出てください、ぜひ。おはようございます、ハートトトトトト、あれ今ね、通報しちゃったらごめんなさいね、誰かさん、カノン通報するつもりはさらさらないので、もし誰かされたら、あ、これはカノンちゃんの間違いだって思ってください。頭が高い、あ、じゃあ図が高い。どうしよう、カノンついてきてないよまだ、どうしようかな。とりあえず、皆さんおはようございます、おはようございます。そして、日曜日の朝、サンちゃんラジオです。これだけ言っていきましょう。あ、当たった、今読んでないのに。とりあえずカノンはおはようございます、当たったよ、おはようございます。おはようございます、あと2分でございます、2分でございます。そうする気はさらさらない。あー待って、アバターを見て分かっちゃったカノンさん。アバターを見て分かっちゃったカノンさん、どうしましょう。あ、待って、カノンサンデスタイム忘れちゃった、頑張ります。サンデスタイム忘れちゃった、サンデスタイム忘れちゃったよ。エールや、頑張ります。ちょっと待って、サンデスタイム忘れちゃって、もうサンデスタイムできないかもしれない。サンデスタイムついてますか、このパソコン。へー、おーおーおー、なんだこの、もうサンデスタイムは失礼いたしました。はい、皆さん、カノンは、あ、6位に、びっくりしちゃった、6位に
超高速はっはっはいけるかもしれない。はい、10歳さんです、ありがとうございます。12さんです、頭結構ありがとうございます。11さんです、ありがとうございます。10位さんです、ありがとうございます。9位さんです、頭結構ありがとうございます。7位あちちち8位さんです、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、ありがとうございます。5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、頭結構ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そして2位さんです、頭結構ありがとうございます。そしてゾロ大地は7さんです、ありがとうございます。あと待って、間違えた、頭結構ありがとうございます。なんか入れるの間違えた。今日もやっこちゃんは、やっこちゃんは3です。ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん高速で失礼いたしました。はい、少しでも気になってくださった方はぜひここにフォローをよろしくお願いします。それでは今日もこの辺で、ね、またくやーね、またね。新しいやつだ、失礼しました。見てくださってありがとうございました。またね、皆さん頑張ってください。いってらっしゃい。ありがとうございました、見てくださって。またね、バイ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 、いってらっしゃい。50秒、カノンさん頑張ります。カノンさんも今日頑張ります。柏原くん、はい、ありがとうございました、見に来てくださって。またね、ありがとうございました。びっくりしちゃいました。はい、スクショ、スクショ、はい、チーズ。あ、そういうことじゃなかったかも。はい、チーズチキ、はい、チーズチキ、はい、チーズチキ。バイバイ。